県内では今日新たに185人の新型コロナ新規感染者が発表されました内訳は県発表が134人静岡市発表が22人浜松市発表が29人です先週日曜日と比べて一人増えました死者の発表はありませんでした正午時点の県全体の病床使用率は 8%直近1週間の感染者数はその前の1週間と比べて0.86倍です新型コロナをめぐっては明日から感染症法上の位置づけが季節性インフルエンザと同じ5類へ引き下げられます自宅療養や濃厚接触者の自宅待機など行動制限がなくなり療養期間も個人の判断となりますまた。 検査や陽性判明後の外来診療、入院費が原則自己負担になります。